クニタチリストチャンネル。こんにちは、クニタチリストの松島です。今日は、後輩の鎌田くん、まあ、通称鎌やんに、インタビューを行いたいと思います。まず一つ目の質問、鎌やん、なぜこの仕事を選んだんですか？私は、もともと、一般廃棄物の、収集運搬を、やっていたものでして、やっぱり、世の中の産業廃棄物ゴミ関係に、前から興味がありまして、どのような流れになっているのかというのと、あとやっぱり人と接客する、接客業を踏まえて廃棄物に関わる仕事をできたらなと思いました。じゃあ次、はい、2つ目の質問ね、はい、じゃあ鎌やん、はい、この仕事について一番嬉しかったこと、良かったこと、何でしょうか？廃棄の依頼を頼まれて、処分できた時に、ありがとうございますという感謝のお礼を言われることがやはり一番嬉しかったっていうのはあります。やはりいろんな廃棄物がある中で、うちのリストの方は、やはりほとんどの廃棄をできるという形、種類が多く処理できるので、やっぱりうちで処理して助かりましたという言葉がもらえるだけで、ものすごいやっててよかったなという嬉しいことになります。はい、3つ目ね、はい、この仕事をしていく上で一番大切にしていること、はい、大切にしている心構えを教えてください。お客様の要望になるべく近くに添えるように、処理できる形、要望に応えられるようなことを心を得ています。一番ですと、やっぱり頼んでよかったって言えるように、迅速な対応、早急に対応できるようなことも心を得て、業務に取り組んでいます。ちょっと内容薄いんですが、以上そんな感じです。すみません、うん、いいよ、はい、いいよ、そんな感じで、よろしい心構えだ、うん、頑張って頑張ってください。かしこまりました。